ゆっくり深呼吸を繰り返します。深く息を吸って吐いて、手も足も周りの人は見ていません。だらんと脱力してゆったり空間に身を任せるような感覚で、目を閉じて深呼吸をしていると、自分の呼吸そのものに意識が向いていきます。あなたのその呼吸は森羅万象すべての循環によって生み出されている恵みです。その酸素は素晴らしいなとめでながら、何度も素晴らしい呼吸だな、そして今、あなたの頭の上に黄金の太陽が輝いています。大きくて端っこが見えないくらい大きな黄金の光、素晴らしい光です。その光は全ての人に同じように降り注いでいます。受け取るか受け取らないか、その差だけです。今日はしっかり受け取ることを決めて、頭をパカッと開けて息を吸い込むときに、どう黄金の光が頭、首、胸、お腹、へその下、背中で、どーんと入ってきます。素晴らしい光が体の中に満ちていく。息を吸うたびにどんどん体に光が入って、湖が現れます。その湖はあなたの潜在意識です。潜在意識の湖に潜って深く深く入って、深く潜れば潜るほど呼吸は楽で、体もどんどん自由になっていきます。これまで身につけていた常識や全ての足かせや、あなたを縛りつけていたロープがどんどん深く潜るたびに
ほどけてなくなっていきます。なんて重要な世界でしょう。その光にぐんぐん近づいていきます。ぐんぐん近づいて目の前にやってきました。それがあなたの魂です。美しい、素晴らしい、純粋で汚れのない清らかな光です。神道の世界ではその魂を分け御霊、神様から分けていただいた光というふうに言っています。あなたは生まれた時から、いえ生まれる前から完全で素晴らしくてピュアで美しい存在です。もしそう思えないのなら、それは今世生きてきた中の経験が思い込みとして魂の周りにこびりついているだけです。そのこびりついたものをすべて先ほどの黄金の光で溶かしていきましょう。光を浴びせて、神様から分けていただいた光であるあなたが素晴らしくないはずがありません。あなたは誰かの言葉によって傷つけられた、誰かの言葉に否定された、そんな経験があったかもしれません。でも本当のあなたの魂は誰かの言葉や経験であなたを怪我したり傷つけたりすることはできません。それはあなたが傷ついたと決めただけです。本当はもっと強くて美しくて自由で唯一無二の存在です。世界中どこを探してもあなたと同じ存在はいません。しかもこれは過去にも存在したことがありません。あなたは脈々とつながれていく命のつながり、糸をご先祖様たちからいただいた尊い存在です。素晴らしくてどこにもいない存在、そんなあなたを素晴らしいなとめでてあげてください。美しいな、素晴らしいな、まだもやがかかっている人は光を当ててあげて、どんどん溶かしてあげます。素晴らしい自分をもっと魂の奥深く開いて見てあげましょう。あなたはこれまで何にワクワクしていたでしょうか。幼い子供の頃、誰にも制限されることなく素晴らしい自分を表現できていたはずです。年を重ねるごとにダメなことが増えていき、たくさんの常識や縛りをつけてきたかもしれません。でももうそんなのは必要はありません。魂の奥深
あなたの魂の奥には何が眠っていますか。そこは宝の山です。その扉をパカッと開けて勇気を出してみてみましょう。肉体が一体化したものです。忘れていた記憶がよみがえり、あなたを素晴らしい、あなたにしか出せない色で魂と肉体が一体化して表現していきます。その未来を見てみてください。あなたが魂と一体化して表現する未来はどんな未来ですか。あなたは今その未来を体験しています。その時のあなたの感情はどんな感情ですか。そしてどんな音が聞こえますか。しっかりと五感を使って感じてあげてください。素晴らしい世界だな、この世界が見たかったんだ、そんな世界を体験して、アドバイスをしてあげてください。あなたの理想の世界を叶えている未来のあなたには的確なアドバイスができます。それでは魂にありがとうと感謝を告げて、実現しようねと約束をして、水の中を水面に向かって登っていきましょう。あなたと魂はつながっているので大丈夫。